クリスチャン・ヘンドリク・ピアースン・クリスティアーン・ヘンドリク・ペルズーンは南アフリカ生まれの菌類学者である。エリアス・フリースラと並んで菌類の分類研究の創始者の一人である。南アフリカのステレン・ボッシュにポメラニアの移民の父とオランダ人の母親のもとに生まれた。母親はペルズーンが生まれてすぐ死に13歳の時に教育のためにヨーロッパに送られたが、 父親も、その翌年に没した。晴れ大学で進学を学ぶが、22歳の時に医学に、展示、来年大学、ゲッティンゲン大学で学んだ。1799年に学位を得た。医療の傍ら、余暇に、植物学と金学の研究を行い、いくつかの著書を執筆した。1801年の、キノコの分類概論は、キノコの分類の先駆的著作である。 1806年にパリに移り、パリで没した。ペルズーンの標本は、1825年にオラニエ・ナッサウ家によって800ギルダーほどで購入され、後にライデンのオランダ国立植物標本館に加えられた。山もがしかのパースーニア族に命名されている。ピアースは、植物の学名で命名者を示す場合に、クリスティアーン・ヘンドリック・ペルズーンを示すのに使われる。 ありがとうございます。